こっち向いてください。無線いただきました。神竜様の意識があるだけで世界に感謝。あのフラン、申し訳ありません、お邪魔でしたか。ちょっとだけごめんなさい。神竜様ファンクラブの名誉会長として応援しているだけなのですが。ファンクラブ？はい、神竜様のやる気が高まるように勝手ながら一生懸命応援させていただいてます。そうなのですか、ありがとうございます。でもこんなに至近距離で応援されると。わかりました、ではもう少し遠くから応援させていただきます。神竜様、しっかり。遠くに行ってもらってもあまり関係なかったみたいですね。たっせん。少し休憩にして水分補給をしましょう。神竜様がお水を飲まれてます。素敵。うん、あの水になりたい。フラン、少し話せますか。ちょっと真面目な話です。真面目な話？この私と、これは夢それとも現実？現実です。そして大変申し訳ないのですが、そのファンクラブの活動はしばらく我慢してもらえませんか。え？応援してくれる気持ちはありがたいんですが、鍛錬に集中できなくて、戦況は刻々と厳しいものになってきています。貴重な時間は有効に使わねばと。ごめんなさい、神竜様に迷惑をかけるなんてファン失格です。泣いているのですか。ごめんなさい、そういうつもりでは。いえ、神竜様は全然悪くありません。私が自分の不甲斐なさにむせび泣いているだけで、これからは気をつけます。本当にごめんなさい。フラン、フラン、この間はすみませんでした。悲しませるつもりはなかったのですが。いえ、こちらこそ泣いたりして申し訳ありませんでした。神竜様のこととなるとつい夢中になってしまって、目覚められてからずっと、いえ、目覚められる前からずっと神竜様に話しかけていたものですから。私が目覚める前から？はい、楽しいことがあったら三宅顔で神竜様にお伝えし、悲しいことがあったら泣きべそ顔で神竜様にお伝えし、ソラネルで神竜様を一目見た時から、毎日毎日お目覚めになるのを本当に待っていたんです。そうだったのですか。私はあなたの思いも知らずに。神竜様に落ち度は微塵も、私が勝手に思いを募らせていただけです。こうしてお話しできるのが嬉しすぎて調子に乗ってしまいました。フラン、やっぱり前みたいに応援してください。でもそんなに待ってくれていたフランに今度は我慢しろだなんて言えませんよ。待ってくれていた時間の分、思いっきりしたいようにしてください。フラン、神竜様、うーん、なんて尊いお方。わかりました、このファンクラブ名誉会長フラン、今後も全身全霊で応援をさせていただきます。はい、ぜひよろしくお願いします。キャー、目線ありがとうございます。フラン、待っていましたよ。神竜様、どうしたんですか、こんな時間に。今日は折り入ってお話があります。
そろそろファンクラブを見直す時期かと思いまして。あ、お邪魔にならないように応援してきたのですが、やっぱりご迷惑だったのですね。すみません。いえ、そういうことではありません。ではもしや、ただのファンクラブから公式ファンクラブに格上げに？そういうことでもないのです。では格下げ？いえ、そういうことでも。じゃあ何なんですか、もう神龍様。はっきり言います、もうファンはやめてほしいのです。ガーン。ちょっと待ってください。辛すぎて息が、呼吸が。神龍様のファンでいられない私なんて、ソラネルから人思いに身投げした方が。落ち着いてください。フラン、違うんです。ファンではなくて、これからは私のパートナーになってもらいたいなって。はあ、パートナー？パートナー？フランは私が目覚めるずっと前から私のことを思ってくれていたのですよね。晴れの日も雨の日も、楽しいことがあった日も、悲しいことがあった日も。はい、全身全霊でそのことだけは自信を持って言えます。それなら私のパートナーはあなたしかいません。これを受け取ってください。約束の指輪。ちょっと神龍様、こんな大切なもの本気ですか？はい。フラン、嬉しすぎて神龍様に目線どころか指輪までいただいてしまって、こんなことって。私喜んでお受けいたします。ありがとうございますフラン。あのでも私、神龍様のファンはやめたくありません。ファンでもありパートナーでもあるというのはダメですか？だって神龍様は私の人生そのものですから。ダメなわけありません。そんなにたくさん思われて本当に幸せです。ありがとうございます神龍様。私の方がもっともっと幸せです。これからもあなたのことを世界で一番応援して支えますからね。どうされたのですか？私の顔をニコニコと眺めて。ごめんなさい、悪気はないんです。でもつい。もしかして身だしなみに変なところでも？いえ、そういうことではありません。では何ですの？はっきり言ってくださいまし。エーティエはいつも前向きですよね。ん？そんな前向きな心が外見にも溢れていると思っていたんです。その姿はとても魅力的で、こちらまで元気が出てくるので。それでじーっと見てくださっていたと。すみません、嫌でしたらやめます。全然いいですわよ。神龍様のお役に立てれば光栄ですわ。こんな私でよろしければいつでも眺めてくださいな。ありがとうございます。まあ多少は気恥ずかしいですが、少し運動すれば消え失せます。それでは神龍様、また。神龍様、今日もたくさん眺めてくださってありがとうございます。ごめんなさい、またしてもつい見てしまい。構いませんわ、大変光栄です。でもご覧になっているだけでなく、神龍様も元気になれることをしませんこと？もっと元気になれること？ソラネル百種走り込みです。 100？ こんな私もたまには悩みを抱えますわ。そういう時は思い切り走るようにしていますの。走り続けていると何も考えなくなります。汗と一緒に悩みも吹き飛びますわよ。なるほど。しかしそれは百周でないとダメなのですか？私の経験上それが一番です。
それよりも少ないと雑念が残りますので。いかがでしょう、興味が出てきたのではありませんこと。は、はい、まあそれはよかった。では早速参りましょう。今すぐにですか？そうです、思い立ったが吉日と言いますわよね。今から百秋、いや何事にも挑戦あるのみですね。エーティエ、わかりました、一緒に走りましょう。そう来なくては。神竜様、先日の走り込みはいかがでしたか？百秋なんて走ったことがなかったので、あの後は泥のように眠りましたよ。あと地獄のような筋肉痛が襲ってきました。やはりそうなりますわよね。すみません。でも走っている最中はエイティエの言う通りでした。走っていると悩みが薄れていき、そのうちに何も考えなくなって、あれは不思議な感覚でした。もうその気持ちは分かっていただけて私は大変光栄でございますわ。では次の段階に参りましょう。次に試していただきたいのは筋肉増強剤です。筋肉増強剤？激しい運動をしたら回復しないとまた地獄の筋肉痛がきますので。なるほど、わかりました。走り込みと筋肉増強剤を続ければエーティエのように前向きになれますか？もちろん、私みたいな凡人にもなれるのですから。神竜様ならもっともっとすごいことになりますわ。光すら放つのではと思いますそんなに力強く言われると本当にそうなれる気がしてきますね。今まで私はエーティエに元気をもらうだけでした。でもこうやって一緒に頑張っていれば今度は誰かに元気をあげられるかもしれません。ありがとうございます、エーティエ。神竜様、そんな風に言われると気恥ずかしいですわ。私ちょっと走ってまいります。ごめんあそばせ。あ、照れて走って行ってしまいました。いいでしょう、せっかくですし私も追いかけて走るとしましょうか。ごめんくださいまし。神竜様、どうしたのですか？最近は私を避けるようにお一人で走られて。それはもし私が失礼なことをしたのでしたら謝りますので。違うんです、最近悩み事ができてしまって。でもいくら走ってもこの悩みは振り払えません。私はどうしたらいいのか。ごめんなさい、ここで全て話してもいいでしょうか？お願いしますわ、エーティエ。私のパートナーになってもらえないでしょうか？ええ、よろしいですわよ。え、そんな簡単に決めてしまっていいのですか？私にトレーニングのパートナーになってほしいんですわよね。あ、そちらではなく、私と特別な絆を結んでほしいんです。この約束の指輪を持つパートナーとして。どうしてそんな大切なもの私に？エーティエはいつも前向きで一緒にいるだけで元気をもらえます。面倒見のいいところ、優しいところ、全てが素敵で、指輪を渡すのはあなたがいいと思ったんです。そう告白しようと思ったのですが、断られるのが怖くて。それでお一人で走っておられたのですね。そういうことです。でしたらご心配なく、これからは二人一緒に走りましょう。人生という名の道を片時も離れることなく。
それって。ええ、喜んでお受けしますわ。ありがとうございます。よかった、とても嬉しいです。私も嬉しくて光栄ですわ。早速これから走り込みをしませんこと。この気恥ずかしさを振り払って穏やかな幸せに包まれるまで。そうですね、ぜひ。さあ参りましょう、神竜様。私たちずっと離れずに走り続けましょうね。かわいい寝顔ですね。あ、クロエ、お目覚めですね。おはようございます。またですか？私の寝ている姿をずっと見ていたのですね。はい、申し訳ございません。外で居眠りをしてしまった時はそっとしておいてください。祭壇で起こされる時とは違って目を覚ました時驚いてしまうので。私も神竜様を驚かせたくはありませんわ。ですが千年もの間眠り続けた神竜様はおとぎ話の登場人物そのものですから。その寝姿はあまりにも神々しく、どうしても眺めていたくて。気持ちはわかりました。でも寝顔がきっと情けないので。そんなことはありませんけれど。そうだわ、ではこういうのはいかがですか？目覚めた時に私がいる、その状態が普通になれば驚きませんよね。ですのでこれからは毎晩一緒に眠るという方法も。却下です。まあ残念です。千年もの間眠り続け、目覚めた後仲間と共に邪悪な者たちとの戦いへ。神竜様はまごうことなきおとぎ話の登場人物そのものです。そうなのでしょうか？はい、神竜様ほど特別な人はそうそういません。決して平凡な人生を歩むことはなく、刺激と興奮に満ちた人生を歩む運命。ああ羨ましいです。神竜様、いろいろな人の思いを背負い戦う、その人生に後悔はありません。平凡な人生を歩むことはない、それも本当のことなのでしょう。でも私にとっては平凡こそが羨ましいと思う時があるなと。あ、ごめんなさい、おとぎ話のような生き方に憧れるあまりつい神竜様のお気持ちを考えることができませんでした。本当に申し訳ありません。クロエに悪気がないのは分かってますよ、謝らないでください。ですが。それでは私の気が収まりませんわ。そうだわ、お詫びに何か美味しいものをご馳走させてください。昨日珍しい深海魚の酢漬けを手に入れたんです。気を失うほど酸っぱいですが美味しいですよ。今お持ちしますのでぜひ召し上がってください。大丈夫です、それは気持ちだけで十分ですから。クロエはおとぎ話のような生き方に憧れているんですよね？はい、子供の頃からずっと。私は貴族の生まれで、ずっと両親に決められた人生を歩んでいましたから。女の子として平凡に生き、結婚し、相手の家のために尽くすよう教育をされました。大好きな市井の食べ物だって口にすることは許されなかったんですよ。親の思う平凡な貴族としての人生なんて私は大嫌いでした、クロエ。だから常に自由で新しくて胸が高鳴るような、そんな生き方に憧れていたんです。
そうだったんですね。私はクロエの過去を知らずに、すみません。謝らないでください。もう過去のこと。騎士になってその夢は叶ったんです。セリーヌ様や神竜様と出会ったことで、夢に描いていたような生き方ができています。神竜様や王族の方たちと共に戦うなんて、おとぎ話の冒険隊よりもすごいと思いませんか？そう言われるとそうかもしれませんね。今のこの戦いもいつの日かおとぎ話として語り継がれるんでしょうか？その可能性はありますね。そうなるとクロエがおとぎ話の登場人物として描かれる日もそう遠くないかもしれません。え、それは照れてしまいますが、嬉しいですね。おとぎ話を聞いた子供たちが憧れるような立派な騎士にならないと。クロエなら絶対に大丈夫ですよ。私が保証します。ありがとうございます、神竜様。どうやら私はクロエに影響されてしまったようです。私に？それはどういうことでしょうか？クロエがおとぎ話のような生き方に憧れるように、私もある生き方に憧れを持ってしまいました。まあ、それは素晴らしいです。憧れを持つことができれば、それに向かって前進できますから。そうとも言い切れません。私が思い描く生き方は私一人の努力だけでは到達できないので。何か必要なものが？クロエ、あなたです。え？あなたと生き方について話すうちに、ずっと共にいたいと思うようになりました。クロエがいつかおとぎ話に描かれるのなら、その隣には私がいたいんです。神竜様。もしもこの思いに応えてくれるのなら、どうかこの指輪を受け取ってください。私のパートナーとして。これは約束の指輪。以前クロエも言ったように、私が平凡な人生を送ることはきっとできません。そんな私が共に生きてほしいと願うのは、もしかしたら傲慢なのかもしれません。ですが、それでも私は。神竜様、それ以上は言わなくて大丈夫です。もとより私は平凡な人生なんていりません。あなたの人生に寄り添わせてくださるのなら、それは私にとって何よりの幸せです。クロエ、指輪喜んでお受けします。神竜様の憧れにいつまでもお供させてください。ありがとうございます、クロエ。今日から始めましょう。先の世を生きる子供たちが憧れてやまないような私と神竜様のおとぎ話を。ユナカ、今日も大活躍でしたね。やっちー、神竜氏に褒められて私ね、感激です。その戦闘力は並大抵のものではありません。傭兵でもやっていたのではないですか？傭兵？そうです。さすが神竜氏、よくわかりましたな。それだけ強ければさぞ有名だったのでしょうね。そうですな。それなりには。やっぱり、もしかしたら仲間の中にユナカを知っている人がいるかもしれませんね。今度聞いてみることにします。それはおやめください。どうしてですか？すみません、話を合わせてしまったのですが、私め、傭兵などはやっていないのです。え？すみません、また嘘をついてしまい。しかし
過去のことを聞かれるとどうしても。ごめんなさい神竜士、私はあなたに褒められるようなちゃんとした人間ではないのです。本日はこれにて失礼。ユナカ、神竜士、私めのような嘘つきに何かご用ですか？私もユナカに本音で話そうと思います。わかりました、どのようなお叱りも受け止めさせていただきます。あなたの活躍いつも感謝していますよ。仲間になってくれてありがとうございます。え？これが私の本音です。あなたは仲間のために一生懸命戦っています。叱るわけありません。嘘をつかせてしまったのは私があなたのことを何も知らないのが原因だと思います。これからはもっと話をしたいです。ユナカのことを教えていただけませんか？私めのこと、もちろん話したくなければ詮索はしませんが、神竜士たちと出会う前、私めは新天地を求めあてもなく旅をしていました。昔の自分は死んだ、そう思いたかったのです。前の自分が嫌だったのですか？いえ、前の自分を嫌う人間が多かったから、その理由の方が強いかもしれませぬ。でも今の自分のことは好きですぞ。神竜士と出会ってからとても楽しいですからな。そうですか、それは良かったです。ユナカのこと少しだけ知ることができました。また話を聞かせてくださいね。はい。ユナカ、今日はどんな話を聞かせてくれるのですか？今日は私めが今までついてきた嘘についてです。ものすごく言いづらいのですが、私めは実は昔暗殺者を。ユナカ、その話はしなくても大丈夫です。ですが。それはきっと話したくないことなのでしょう。あなたのことを見ていればわかります。言いたくないことは詮索しないと言ったはずです。侵入士、いいのですか？誰にだって秘密はあるものですから、辛いことを言葉にする必要はないです。ユナカが話してもいいと思うことだけをゆっくり聞かせてください。ありがとうございます。あなたのような素晴らしい方の仲間になれて、私めは本当に幸せ者ですぞ。私めには今まで生きる理由がありませんでした。ですがあなたのおかげで見つかったのです、神竜士のため、仲間のために戦うという理由が。ユナカ、昔のこともできる限りは話します。ですが分かり合うためには今を話したいですな。今の私めの思いや覚悟、聞いてほしいことは山ほどありますぞ。はい、たくさんあなたのことを教えてください。ユナカ、すみませぬ。神竜士、今日はどうしても伝えたいことがあります。言いたくないことは詮索しないとそう言ってくださいましたが、やはりこれだけは話しておきたいのです。わかりました、ユナカがそこまで言うのなら。私めの本性は暗殺者、名はラリマーと申します。はい。自分のことを捨てた両親につけられた名前なので思い入れがあるわけではありません。でもこの名前は私めにも過去があったという証。これからは未来のために生きていくと決めましたが、神竜士には知っておいてほしかったのです。とても勇気がいりましたよね。今の話は
大切に覚えておきます。ありがとうございます、神竜氏。これが私めの秘めていたものです。ユナカが秘密を打ち明けてくれたんです。私からも秘密を告白させてください。神竜氏の秘密？実はユナカが私のために戦うと言ってくれた時、飛び上がりたいほど嬉しかったんです。心のどこかでユナカに対して特別な感情があったのかもしれません。ずっとそばにいてほしいと思うほど特別な存在だと気づいてしまったんです。これが私の秘密です、神竜氏。よかったらこの約束の指輪を受け取ってください。その指輪はとても大切なものなのでは？だからこそあなたに、私の気持ちが本物である証として、私は今のあなたも過去のあなたもどちらも等しく大切にします。ありがとうございます。私めも神竜氏とずっと一緒にいたい。あなたにある過去も全て大切にしたい。これは嘘のない本当の気持ちです。ではこれからはパートナーとして共に未来を行きましょう、ユナカ。はい、神竜氏。あなたにはもう嘘をつきませぬ。未来に向かって新たな旅路の始まりですな。かな。アンナ、どうしたのですか？もう、私のことはアンナさんと呼んで。今ね、新商品を考えてるの。新商品？神竜様は恋人たちの記念日って知ってる？聞いたことがあります。その日は恋人たちが互いに贈り物をし合うとか。そう、それよ。恋人たちは毎年花を贈り合っているわ。でもいつもそれじゃ飽きちゃうでしょ。そんな既成概念に革命をもたらす画期的な新商品を作りたいと思ってるの。おお、難しい言葉を知っているんですね。もう子供扱いしないでったら。神竜様も力を貸してちょうだい。何を作ればいいのかいまいちピンとこないから一緒に考えてほしいの。そうですね、恋人の記念日ですよね。だったらネックレスなんてどうですか？神竜様って意外と凡人ね。ネックレスなんて世の中に溢れてる。平凡すぎて面白くないわ。そうですか。人はどこにでもあるようなものを欲しがらないの。特別な一つしかないものを欲しがるの。そういうものを考えないといけないのが商売の難しいとこなのよね。なるほど。ではめげずにもっと考えてみましょう。新商品は思い浮かびましたか？それが全然。アンナさん、どうしたんです？まさか泣いて。泣いてない。でもちょっと落ち込んでるの。私一人前の大人だと思ってたけど、実際は見た目も中身も一人前には程遠い子供なのよ。だから恋人の日のための新商品が何一つ浮かばないんだわ。わかりました。では私が一肌脱ぎましょう。もう一度私の新商品の案を聞いてください。あれからずっと考えていたのですが、工芸品を使ったネックレスなんてどうでしょう？でもネックレスは。確かにネックレスはありふれた贈り物かもしれません。でも工芸品を使ったものなら
みんな色も印象も違って素敵な一点物になると思いますよ。アンナさんの故郷は確か工芸品が盛んですよね。それに紐をつけてネックレスにするんです。ダメですか？やる気が出てきた。よかったです、アンナさん。アンナさん、ネックレスの進みはどうですか？神竜様、見て、半分ぐらいできたの。わあ、とても可愛いです。神竜様のおかげよ、本当にありがとう。この間は弱音を吐いちゃってごめんね。でもこれができたらもうそんなこと言わないわ。頼もしいですね。でも弱音を吐くのは悪いことではありません。立派な大人たちもみんな弱音を吐くものです。辛くなったら何でも私に話してくださいね。そう言ってもらえるなんて嬉しい。神竜様は私の恩人よ。あのね、このネックレスの名前神竜にしようかなって思ってるの。気持ちは嬉しいですが、やめた方がいいかと。もっと売れそうな名前にしましょうよ。ああ、神竜様が照れてる。かわいい。じゃあこの名前に決まりっと。せめてもう少しひねるとかおしゃれにするとかした方が。聞こえない、聞こえない。さーて、完成に向けて頑張ろう。これは即日完売間違いなしよ。はあ、あんなに楽しそうですし、名前のことはまあよしとしましょうか。商売繁盛を願っていますよ、アンナさん。こんにちは。アンナさん、今日は恋人の記念日ですね。新商品の売れ行きはどうですか？もう完売しちゃった。本当ですか？本当本当、もう飛ぶようにみんな売れちゃった。おめでとうございます、アンナさん。全部神竜様のおかげよ。ありがとう。でもせっかくなので一つぐらいは完成品を見たかったですね。実は一つ取っておいたの。はい、これ。わあ、素敵な仕上がりですね。これはみんな欲しくなってしまいます。よかったらあげるわ。でもそれは売り物じゃないの。一番うまく作れた神竜様用の特別な非売品。受け取ってもらえると嬉しいな。一番うまく作れたって、それをもらってしまっていいんですか？もう鈍いわね。どういう意味かよく考えて。だって今日はほら特別な日だし。あ、私はまだ子供だからそういうのには早いけど、神竜様と仲良しの印ってこと。嬉しいです。喜んでいただきますね。ありがとうございます。代わりにこれを受け取ってください。約束の指輪です。なんでこんなに大事なものを。大事なものだからこそアンナさんに受け取ってほしいです。恋人にはまだ早くても、パートナーにはなれると思いませんか？そうね。現に私たち新商品を生み出したパートナー同士だもんね。ありがとう。指輪受け取るわ。
私とっても幸せ。私もです。さてと、明日から忙しくなるわよ。職人に頼んでそのネックレスを大量生産してもらわなきゃ。神竜様がつけてるネックレスよ。もう売れる要素しかないでしょう。たくましいですね、アンナさん。私はいつでも応援していますから。行商人としてのあなたも、パートナーとしてのあなたも。あなたとなら世界一の行商人にもなれちゃいそう。いつか家族に会えたら、大切な人だって紹介させてね。神竜様、この間の戦闘では助けてくださりありがとうございました。つきましては何かお礼をさせていただきたいのですけれど。お礼ですか？いえ、私は当然のことをしただけですから。もう神竜様ったら謙虚でいらっしゃるのですね。あ、そういえばちょうどいいものがありました。王族の知り合いが立派な無人島を破格のお値段で譲ってくださるそうです。それなどいかがですか？もちろん支払いは私が。さすがにそれは物足りませんでしたかしら。では古代から伝わる宝飾品などもありますわ。いえ、そんな高価なものはいただけません。では何でしたら受け取っていただけますか？難しい質問ですね。あえて言うのなら、お金で買えないようなものでしょうか。お金では買えない？島や宝飾品ではなく、裕福さとは無縁のもの。それならば受け取る側の気持ちも少し楽になるのかなと。なるほど、少し考えてみますね。それではごきげんよう、神竜様。神竜様、あれから考えてまいりました。お金では買えないもので裕福さとは無縁。それが一体何なのか考え続けてどれぐらいの年月が過ぎたかしら。そんなに経っていないと思いますけど。私にとっては永遠に近い時間でした。それで答えは出ましたか？これで喜んでいただけると思いますわ。どうぞお受け取りになって。これは石ころです。石ころ？お金では買えず裕福さとは無縁。その代表格といえばこれではないでしょうか。道端に落ちているその辺の石ころ、完璧な正解だと思います。あの神竜様。私の説明不足だったようですね。これがその辺の石ころではなく、あなたの思い入れのある石ころだったなら、私はとても嬉しかったと思います。思い入れですか？それはあなたの気持ちがこもったものと言い換えることもできます。私の気持ちがこもったもの。わかりましたわ。今度こそ神竜様に気に入ってもらえるものを差し上げることができると思います。ゆったりとお過ごしになりながら期待してお待ちくださいな。神竜様、今日はこれをお渡ししたくて参りました。わあ、綺麗な花束ですね。神竜様のことを思いながら積んできましたの。お喜びいただけたのならよかったです。シトリニカ、この花があなたの答えなのですね。どうしたのですか？昔仲の良かった友人の中に、私からよく物をねだる女の子がいたんです。贈り物をするとすごく喜んでくれたので、物をあげることに疑問を持たなくなっていました。
ある時、私が摘んできた花束をあげると、そんなものよりドレスが欲しいとねだられて、私が花束じゃダメなのと聞くと、貴族のくせにケチねと怒られてしまって。もしかして、それで私に高価なものを？はい。高価な贈り物をしないと友達でいられないのなら、それは友情とは言えません。シトリニカ、この花束は最高の贈り物です。私はとても嬉しいです。よかった、やっとお礼ができました。私も嬉しいです、神竜様。ごきげんよう。トリニカ、見てください。乾燥したお花ですか？どこか見覚えがあるような。あなたからもらった花束です。乾かして大事にしているんですよ。まあ、あの時の？大切にしてくださって嬉しいです。これを飾っているとシトリニカの優しさに包まれているような気持ちになるんですよ。素敵なご報告に感謝いたしますわ。今日あなたを呼んだのはこれを見せるためだけではないんです。実は受け取っていただきたいものがあって。何かしら？これを、約束の指輪です。え？由緒ある宝飾品だと聞いていますわ。価値はおそらく私の全ての財でも及ばない。それをなぜ私に？指輪の価値ではなく、私の気持ちとして受け取ってください。シトリニカにパートナーになってほしいんです。共に戦い、そして共に歩んでくれませんか？わかりました。喜んでお受けいたしますわ。ありがとうございます。私は贈り物はすることはあっても、いただくことが実はあまりないのだけれど、気持ちがこもった贈り物って嬉しいものね。とっても。シトリニカ、ありがとうございます。神竜様、私は世界一の幸せ者です。いつか平和になったら共に舞踏会に参りましょう。まだ先のことになるでしょうけど。そんなに先まで待つことはありません。今から二人で踊りませんか？二人だけの舞踏会です。ええ、喜んで。これからは優しい気持ちを送り合っていきましょう。何にも変えられない二人の時間を楽しみましょうね。ラピス、以前の戦闘では助けられました。ありがとうございます。そんな、とんでもありません。神竜様が導いてくださった結果で感謝されるようなことは何も。神竜様に褒められるのは嬉しいですが、他にもすごい人はたくさんいます。ラピスは腕も立つし機転も利きます。どうか自信を持ってください。自信だなんて、こんな贅沢なものとても持てません。私は高貴な生まれでもありませんし、奇跡的に騎士になっても周りには優秀な人ばかりで、自信を持つなんてそんなこと恐れ多いです。ラピスは自分に厳しいのですね。とてもいいことだと思います。でも他人の能力はラピスの実力とは関係ありませんよ。ですからそんなに卑屈にならず胸を張ってください。でも神竜様、あまり困らせないでください。褒められるのには慣れていなくて、私どう反応したらいいか。すみませんが失礼します。どうやらラピスは何か強い劣等感を持っているようですね。
どうにか克服できたらいいのですが。私の鍛錬に神竜様が付き合ってくださるんですか？はい、たまには一緒にどうかと思いまして。嬉しいです。恐縮ですがよろしくお願いします。ラピスは普段どんな鍛錬をしているんですか？各種武器の練習や素振りをしたり、あとは重い荷物を運搬したりしています。重しを乗せた背負子を使って走り込みや登山をするんですよ。それはものすごく体力がつきそうです。一緒に鍛錬するなら神竜様の背負子も必要ですよね。すぐにお作りします。作る？私の田舎では何でも作るんです。それ以外に手に入れる方法がないので。田舎？田舎作るか田舎と、そう聞きたかったんです。もちろんお願いします。物が作れるなんてとても素晴らしいです。そんなからかわないでください。からかってなどいません。工作技術は戦場でも頼りになります。その技術を私にも教えていただきたいぐらいです。こんなことで褒められるなんて、なんだか不思議な気分です。じゃあ早速しょいこをお作りしますので、よく見ていてください。わかりました。おお、すごい速さ。目にも止まらぬ速さでできていきますね。神竜様、受け取ってほしいものがあるんです。これは工作道具ですか？はい、工作技術を習いたいとおっしゃっていたので。ありがとうございます。お礼を言うのは私の方です。私はずっと自信がありませんでした。でも神竜様のおかげで気づいたんです。工作の腕を褒めてくださった時に、もっと堂々としていいんだって。その通りです。ラピスは本当にすごいんですから。この前しょいこを作る速さには本当に驚きました。私にも何か工作を教えてもらえますか？では熊手を作りましょう。熊手？一体何に使うんですか？芋の収穫です。芋？芋といっても種類はたくさんあるんですよ。じゃがいも、さつまいも、山芋にブロディア芋。ブロディア芋？名前こそブロディアですが、分布は全世界的です。この辺りにも自生しているのは確認済み。煮ると甘くなってとっても美味しいんですよ。さあ、そうと決まれば共に熊手を作りましょう。すごいです。ラピスから学ぶことはたくさんありそうですね。ええ、ラピス、ちょっといいですか？神竜様、何かご用でしょうか？これを受け取っていただきたいんです。何でしょう、綺麗な金属。なんだか高そうな。これって約束の指輪ですか？はい、裏を見てください。私の名前が彫ってあります。ラピスからいただいた工作道具を使って彫ってみたんです。工作道具で何やってしまっているんですか？こんなの彫ってしまったらもう消せませんよ。消すつもりはありません。大切な人に贈るという気持ちを込めて作りました。ラピス、受け取っていただけますか？私の私なら身分の違いに恐縮して二
逃げ出したと思います。ですが今の私は、誰に何と言われようと、どう思われようと、神竜様のことが大切です。それでは、はい、もちろんお受け取りさせていただきます。神竜様が心を込めて名前を彫ってくださった指輪、一生大切にします。ありがとうございます。こうなってしまったからには言わないといけませんが、私、その実はブロディアの田舎にある芋の村出身なのですよね。なぜそのことを。ブロディア芋のことを調べていたら記述が、その呼び名を使うのは芋の村出身者だけだと。すべてバレていたというわけですね。でもいいんです、それも含めての私ですから。ええ、私はそんなラピスだからこうして指輪を渡したんです。ありがとうございます、神竜様。私を選んでくださったからには苦労はさせません。これからは二人でいろんな証を作っていきましょうね。ジェーデ、無事ですか。神竜様、ジェーデが何者かに襲われていると聞いて急いで駆けつけたんですが。そのことなら大丈夫です。私を襲ってきた族は全て退散しましたから。どうしてジェーデが襲われたのですか。犯人たちの正体は分かっています。私が故郷で鉱山の用心棒をしていた時に返り討ちにした者たちです。その時の恨みを晴らそうとここまでやってきたのでしょう。そんな、過去の恨みを今さら。鉄壁のジェーデと異名がつくくらいの功績は残していますので、その分恨みも深いのかと。ですが何度襲われようと大丈夫です。私の敵ではありません。ジェーデの力は分かっていますが、それでも心配です。いつでも私を頼ってくださいね。できることは何でもしますから。もったいないお言葉です、神竜様。いい天気ですね、ジェーデ。はい、神竜様。そうだ、昨日の夕日は見ましたか。とても綺麗でしたよ。そうですね。神竜様、ここのところずっと私のそばにいますね。ご迷惑でしたか。なぜ神竜様がそんなことをしているのか見当はついています。私が用心棒時代に作った敵、その襲撃に備えてくださっているのですね。やはりお見通しでしたか。お気持ちは嬉しいですが、私は一人でも対処できます。こんなことで神竜様の時間を奪いたくありません。どうぞお好きに過ごしてください。そうですね、では好きに過ごすとします。ジェーデの横でのんびりと。ジェーデが強いことは知っています。ですが力になりたいという私の気持ちも理解してくれると嬉しいです。はい、神竜様。ジェーデ、無事ですか。はい、神竜様、ただいま戻りました。怪我はしていないようですね。よかった。もう二度とこんなことはしないでください。たった一人でジェーデを恨んでいる敵の本拠地に向かうなんて。多少の危険はあっても決着をつける必要があったのです。そうでもしないといつまでも襲撃が続いていたでしょうから。もう大丈夫です。族は全て倒し兵に引き渡してきました。徹底的に懲らしめてきたので、しばらくは襲う気さえ起こらないはず。神竜様も
私を見守らなくてよくなりました。今まで本当にありがとうございました。ジェーデはそうやって全てを一人で片付けてしまうんですね。少し悲しいです。私を頼ってほしかった。私の過去の因縁に神竜様を巻き込むことはできません。巻き込んでいいんです。私とジェーデは仲間なんですから。仲間。どうしたんですか？笑っているんです。これでもすごく嬉しくて、感情を顔に出すのが得意ではないので伝わらないかもしれませんが、心配かけてごめんなさい。ありがとうございます、神竜様。はい、ジェーデ。あの、ジェーデのお父様は宝石の鑑定士で、お母様は宝飾品を作る職人なのですよね。はい、神竜様。資源が豊かな鉱山の町に住んでいたので、住民の多くは宝石に関連のある仕事をしていました。私も母の手伝いをしていたこともありましたが、手先が器用ではなかったので、結局鉱山を守る用心棒に落ち着きました。でもジェーデは幼い頃から宝石や宝飾品に触れてきたということですよね。まあ他のものよりは詳しいと思います。ではこれを見てほしいのですが。あ、約束の指輪ですね。確かに普通の宝飾品にはない不思議な力強さを感じることができます。やはりそうですか。ではその指輪はそのままジェーデに持っていてほしいです。それはどういう。そのままの意味ですよ。私はあなたと強い絆を結びたいです。特別なんです、ジェーデのことだから。もう一人で戦おうとしないでください。受け取っていただけませんか？ジェーデは感情を顔に出すのが苦手でしたね。ですが私には分かりますよ、ジェーデが今どんな気持ちなのかが。はい、私は嬉しくてとてもとても幸せです。指輪ありがとうございます。これからも共に歩み続けてくれますね。もちろんです、神竜様。共にいましょう、永遠に。私たちを結ぶこの絆は決して砕けぬ鉱石のように固く。はあ、すごい威力ですね。人でこれぐらいの力が出せれば接近戦で負けることは一切ございませんです。しかし驚きましたでございますです、神竜様が私から喧嘩を習いたいとは。誰か打ち負かしたい相手がいるでございますですか？いいえ、そういうわけではないんです。戦いの中では武器を失ったり不意をついて襲われることもあるでしょう。そういう時に接近戦を学んでおけばとっさの事態に対応できると考えたんです。なるほど、神竜様はお勉強熱心でございますね。そういうことであれば徹底的に喧嘩のお作法をお教えするでございますですわ。相手に負けない心の鍛え方、敵を睨んでひるませる方法、学ぶことはたくさんあるですます。なるほど、興味深いですね。ぜひよろしくお願いします。必ずや神竜様を強くしてみせます。早速特訓でございますですわ。喧嘩は先手必勝、
敵の攻撃を受ける前にこちらが攻撃をすれば勝てるでございますです。そのために必要なのはこれです。お瞬発力。お瞬発力。相手に先手を取られた場合でもこれさえあれば攻撃を避けられるでございますですわ。なるほど。神竜様、何か疑問がありますですか？パネトネは貴族の霊嬢のようなのに喧嘩が得意なのは意外だと思いまして。ま、隠す必要もありませんですわね。私はお貴族様ではございません。それどころか昔めっちゃくちゃに荒れていたでございますです。え？私の両親は最低最悪でございました。実の子の世話すらせず遊び歩いてばかり、主君である姫様に勧誘されるまではほぼ一人で生きてまいりましたです。喧嘩の腕はその頃身につけたのでございますですわ。苦労が多かったのですね。今考えれば逃げだったのかもしれませんが、家出したおかげで今がありますですわ。パネトネの昔話もっと聞かせてください。その時の経験や知識はきっと役に立つものばかりだと思います。そう言っていただけるなんて嬉しいですます。過去の苦労が神竜様のお助けになるならいくらでもお教えいたしますですわ。やっぱり簡単には見つからないか。パネトネ、こんな夜に一体何をしているんですか？神竜様！その書簡は何かの報告書ですか？ソルムの密偵に調査を依頼して両親を探していたでございますです。まあ色よいお返事はありませんでしたけれど。ご両親を？でもひどい方たちだったのでは？神竜様と話していて未だに心残りがあると気づいたのですわ。今の私ならもしかしたら逃げずに怒らずにお話ができるかもしれません。どこかで生きているなら会って話がしてみたいと思ったです。ます向き合える勇気が持てたということですね。それはとても立派なことです。パネトネ、私もご両親を探すのを手伝います。いえ、神竜様にそこまでしていただくのは申し訳ないです。ます稽古をつけてもらいましたから、これはほんのお礼です。それにパネトネとはもう何度も危険な戦場をくぐり抜けてきたんです。私もここにいるみんなももう他人ではありません。遠慮なんてしないでください。ありがとうございます。とっても嬉しいでございますです。たとえ両親は見つからなくとも私には皆さんがいる。それだけで強い気持ちでいられますですわ。です。モス、今日もいい報告はなしですか？次こそは見つかるといいのですが。神竜様、もう両親を探すのはやめにしますです。でも残念ですがこれだけ探したんです。後悔はないです。ます神竜様、今までありがとうございました。すっかりお付き合いさせてしまいましたですね。一緒に両親を探した時間楽しかったです。できればこの先もずっとご一緒したいぐらい。パネトネが望むならずっとそばにいますよ。私はもう他人ではないと言いましたが、本当はあの時から特別になりたかったんです。これを受け取ってくれませんか？それは約束の指輪。大切だと思う相手に贈る指輪です。受け取ってくれますか？神竜様、それはダメでございますです。私の両親は昔は仲良しだったんです。でもいつしか険悪になっていった。人の気持ちは変わるものです。だからあなたの過去を考えればそう思ってしまう気持ちもわかります。ですが恐れていては何も始まりません。もちろん喧嘩だってするかもしれませんが、その時はパネトネの攻撃を全部避けて話し合いで解決したいと思います。神竜様、面白いでございますですね。
確かにお瞬発力が大切だと言いましたが、私の攻撃は簡単には避けられませんです。必ず避けてみせます。だから受け取ってください。はい、神竜様、これからもずっと一緒にいてくださいね。もちろんです。私たちはもうパートナーなのですから。頼もしいですわね。本気で喧嘩できる人も、ずっとそばにいたいと思う人も、あなた以外には考えられません。お慕いしてますですわ。すみません、折り入って神竜様にお伺いしたいことがあるのですが。私に聞きたいこと？大丈夫ですよ、そんなに緊張せずに何でも聞いてください。本当ですか？ありがとうございます。もし断られたらって不安だったんです。僕、珍獣に興味があって、特に竜族が大大大大好きなんです。え、私が珍獣？中でも神竜様は世界で一人きり、唯一無二の貴重な存在です。そんな神竜様の生態について、今日は話を聞かせていただきたいのです。珍獣？どうしたのですか？いいえ、何でもありません。質問をどうぞ。では早速、神竜様の一日の行動を教えてください。朝起こしてもらって、朝食を食べて、お昼までは基礎鍛錬で体力作りですね。他の人たちとあまり変わらないのですが、これでいいのですか？とても参考になります。基本行動は他の人と変わりなしと。何でしょうその紙は。どうして私の発言を書き留めているのですか？いつの日か神竜様のことをまとめた図鑑を作りたいと思っているんです。図鑑？そんな恥ずかしいです。恥じることなどありません。神竜様のことは後世に伝えるべきですから。そうですか。じメリン、じっと見られていると鍛錬に集中できないのですが。僕のことはお構いなく、いつもと同じ生活を続けてください。図鑑を完成させるために行動を観察させていただいているだけですから。その観察はいつまでなのでしょう？図鑑ができるまで、可能な限りずっとです。その代わりに神竜様の全てを完璧な図鑑に落とし込んでみせますので。もうやめてください。え、私のことを特別扱いするのはやめてください。確かに私は竜族です。寿命や能力だってメリンたちとは違います。ですが私の気持ちは人間と同じです。キーな目で見られるのは嫌なんです。あ、神竜様、不快にさせてしまい申し訳ありません。ですが僕にとって神竜様はやはり人間より上位の存在なんです。図鑑というと変な意味に聞こえるかもしれませんが、僕の中では神々しい存在についての記述です。図鑑を作ろうと思ったのは貴重な存在を守るため、大勢の人たちに神竜のことを知ってほしかったからです。だから決してご不快にさせるような意図は。メリン、良かれと思ってやったつもりが憧れの神竜様を傷つけてしまいました。図鑑作りはやめにします。本当にすみませんでした。いえ。メリー、誤解してすみませんでした。神竜様。メリンの神竜への思いがそこまでだとは考えも及びませんでした。そんな、悪いのは僕の方です。ごめんなさい、神竜様の気も知らないで傷つけることをしてしまって。メリンの気持ちが分かったら協力しようと思えるようになりました。確かにこの世界に神竜の文献は少ない。それは気軽に神竜と触れ合う機会がなかったからです。メリンのように
神竜に興味を持ち後世に伝えようと努めてくれる人は貴重です。だから今一度好きなだけ私のことを観察してください。本当ですか？はい。ありがとうございます。僕にとって神竜様は特別なんです。神たる竜のことを考えると辛いことも悲しいことも全て忘れられて楽しくて幸せな満ち足りた気持ちになるんです。これは後世に、いや世界に伝えるべき気持ちです。メリーは面白い人ですね。逆にあなたを観察したいぐらいです。そんな神竜様のような方が恐れ多いです。でも一つだけ、これからは私を上位の存在などとは思わないでください。私は世界に一人の竜族ですが、あなただってたった一人の存在なんですから。あ、なるほど。互いに唯一無二の存在ということですね。そういうことです。図鑑ができたら最初に私に見せてください。約束ですよ。はい。聞いてください。神竜様、図鑑の原稿ができました。確認をお願いできますか？はい、もちろんです。それでは早速、神竜。浮遊城ソラネルで千年の眠りから覚めた竜族。謙虚で優しく人を思いやる心を持ち、人々を守るために戦いを続けている。なんだか照れてしまいますね。でも本当のことですから。寿命は数千年とも言われ、能力は人間の比ではない。しかしその生態は普通の人と変わらず、人間と同じような生活を送っている。また著者メリンの最も大切な存在でもある。メリン、これは？ごめんなさい、つい書いてしまいました。この部分は聖書の際には省きます。でも神竜様にだけは見ておいてほしくて。僕にとって神竜様がそれだけの存在であったこと、あなたを思う人間がいたことを後の世まで覚えていてほしくって。このまま載せてください。え？ただしこれだけでは不足です。著者メリンも神竜の大切な存在である。そして神竜から約束の指輪を渡されたただ一人のパートナーである。そう書き加えてください。これは神竜様、いけません。こんな大切なものを。私を思ってくれているのならどうか受け取ってください。神竜は人であるメリンと特別な絆を結んでいた。その事実を伝えましょう。わかりました。ありがとうございます、神竜様。この素晴らしい図鑑が完成すれば、神竜も人間と変わらないと思ってもらえそうですね。はい、僕気づきました。やっぱりこの図鑑はまだまだ完成しません。え？人と竜がどのように思い合い暮らしたのか、僕たちのこれからのことを図鑑に盛り込みたいです。そうですね、メリン、一緒に作り上げていきましょう。はい。お慕いしております、神竜様。これから僕と何千年も残るような思い出を作っていきましょう。神竜様、お弁当のお味はいかがでしたか？とても美味しかったです。ありがとうございました。あの神竜様、よかったらこっちを見てください。お、はい。あ、目が合いましたね。私の素敵な顔を見ていますね。魅惑的な顔面を持っていてすみません。そんなにね、視線を注がれると。ん？あ、注がれていませんね。神竜様には私の色気が通じないのでしょうか。よし、
ここは気を取り直して耳元で囁いてみましょう。神竜様、私幸せです。素敵な神竜様にお弁当を食べていただけて。私も幸せですよ、ゴルドマリー。あ、そうでしょう。やっと落ちてくれましたか。ええ、ほっぺたが落ちました。あの肉料理の作り方、ぜひ教えてほしいです。ええ、教えますけれども、なんだか悔しいです。ゴルドマリー、泣いているのですか。神竜様、恐縮です。可愛い涙が止まらなくて恐縮です。何があったんですか。よかったら話してください。わかりました。ズバリ言いますけど、私モテるんです。え、老若男女を問わず信じられないぐらいモテるんです。でも神竜様、あなただけは例外で全くなびいてくれず、私自信がなくなりました。それで涙が、宝石のような涙が止まらないんです。なんだか知らないうちに傷つけてしまったようで、すみません。謝らなくていいです。ただ教えてください、神竜様の気はどうやったら引けるんでしょう。私の気を引こうと頑張らなくても、あなたは自然体で十分に魅力的ですよ。魅力的。神竜様も私のことを魅力的だと思っていてくださったのですね。当然ですよ、誰もがあなたを魅力的だと思っています。だから私の気を引こうと思わずに、どうか肩の力を抜いていてくださいね。どうしたのですか。ほっとしたら涙が。せっかくなので、もう少しだけ可愛い泣き顔を見せつけてから去りますね。どうぞ。神竜様、先日は申し訳ありませんでした。私嬉しくて取り乱してしまい、泣き止むまで付き合わせてしまいましたね。いいんですよ、ゴルドマリーが元気になってよかったです。あの後ずっと子供の頃のことを思い出していました。子供の頃のこと。私は幼い頃からチヤホヤされて育ち、モテることが当たり前でした。でもイルシオンでは一定の年齢になると故郷を離れて学園に入らないといけません。もちろんそこでも一番を取る気でしたが、実際はもっとモテる人がいて、正直打ちのめされました。分かってしまったんです。私が持っているものよりもっとすごいものを持っている人がいるのだと。それは少し分かる気がします。まあそういうわけで、とても悔しくて、それ以来私はモテにこだわる女になったんです。でも神竜様は言ってくださいましたよね、私は十分に魅力的だって。はい、ゴルドマリーは可愛いですよ、今も戦場でもいつでも。ありがとうございます。お
かげで自信が完全復活です。え、ほっとしたらまたしても朝露のような清浄な涙が止まりません。すみません神竜様、またしばらく泣き止みそうにありませんが、お詫びに私の天使のような泣き顔を心ゆくまでご覧ください。わかりました。では心ゆくまでお付き合いしますよ。神竜様、お待ちしていました。テーブルにおかけになってください。わあ、すごい、料理を作ってくれたのですか。腕によりをかけて作りました。ただご覧の通り料理はとても地味です。ゴルドマリー、どうした？具合でも悪いんじゃないのかと巷の人々は驚くことでしょう。でもこれでいいのです。あなたの前では自然体の私でいたいから。ありがとうございます。その言葉とても嬉しいですよ。よかった。神竜様、実は今日はお伝えしたいことがあってお呼びしました。何ですか？以前の私ならここでモテの波状攻撃を浴びせていたことでしょう。でも今日の私は違います。あなたのおかげで生まれ変わったのですから。神竜様、私はあなたに心底惚れてしまいました。なので神竜様もよかったらその私に惚れてはくださいませんか。この超絶可愛い神聖ゴルドマリーをパートナーに選んでください。その口説き文句、自信たっぷりで素敵ですね。ゴルドマリー、そんな風に思ってくれてありがとうございます。私もパートナーにするならあなただと思っていました。これを受け取ってください。約束の指輪、本当ですか？そんな夢みたい。では早速指に。ああ、すごい、この上なく似合います。私の美麗で華奢な指にぴったり。本当によく似合っていますよ。ありがとうございます。すっかり遅くなりましたが食事を始めましょう。そうですね、冷めないうちに。全世界の皆さん、すみません、私ばかり幸せになって申し訳ありません。では改めて乾杯。世界一可愛いパートナーですみません。命尽きるまで自然体の私であなたをお守りします。ソフィーア、鍛錬に付き合ってくれてありがとうございます。礼には及びません。私もいい汗を流せました。さすがブロディア王国指折りの王女兵ですね。ついていくのがやっとでした。神竜様こそ素晴らしい腕をお持ちです。まだまだ伸びしろも多く感じます。鍛錬を続ければもっと強くなりますよ。私が保証します。ザフィーヤの攻撃には力強さというか鬼のような気迫がありますね。私も鍛錬を続けていれば
そのような気を発することができるのでしょうか。ザフィーヤ？ああ、すみません。神竜様にこのような気迫は身につかない方がいいと思ってしまいまして。神竜様は誰にでも優しく、鍛錬中もいい表情をされています。どうか私を真似しようとせず、その表情を大切にしてください。わかりました、ザフィーヤ。今日の鍛錬はここまでにしましょう。ありがとうございました。やはりいい表情をされていますね。素晴らしいことです。では私はこれから自分の鍛錬がありますので、この辺りで。まだ鍛錬をするのですか？すごいですね。私には鍛錬しかないだけですよ。どうしてそこまで鍛錬に打ち込むのですか？仕方ありません。神竜様にだけは特別にお話ししましょう。私は子供の頃から腕っぷしは強かったのですが、力比べでどうしても勝てない友人がいました。その友人は最強のお嬢兵になるためにものすごい鍛錬をしていたのです。ある日イルシオン兵の襲撃で村が襲われ、その友人も死んでしまいました。だから生き残った私が友人の意志を継ぎ、最強のお嬢兵になるために鍛錬を続けているんです。そうでしたか。でも鍛錬を続けている理由は本当にそれだけですか？それだけとは？鍛錬中の鬼のような気迫、あれはもしや復讐心からなのではないかと。すみません、もう鍛錬に行かねばならない時間ですので、私の拙い話を聞いてくださり感謝します。では失礼させていただきます。あ、ザフィーヤ、余計なことを言ってしまいましたね。謝らないと。神竜様、以前は質問に答えず申し訳ありませんでした。いえ、そんな、私が無神経な質問をしてしまったのですみません。神竜様のおっしゃる通り、イルシオンへの憎しみはあります。しかし一番許せないのは私だけが生き残ってしまったことなんです。もし友人が生き残っていれば、絶対に私よりも活躍していたはず。その悔しさが私を鬼のようにさせるのかもしれません。話してくれてありがとうございます。ザフィーヤの気迫の理由が分かって安心しました。安心？もし復讐のためだけに鍛錬をしているのなら止めようと思っていたんです。強くなったとしても、その力は新たな悲しみを生むだけですから。でもザフィーヤは復讐ではなく、友の分まで強くなろうとしている。その方は王女兵になることを願っていた。でも友を苦しめることは願っていなかったはず。ザフィーヤが幸せそうな顔でいた方がご友人は喜ぶのではないでしょうか。そんなこと考えたこともありませんでした。でもそうかもしれない。あいつは強くて優しいやつだったから。神竜様はどうして私の友人の気持ちがわかるのですか？私もザフィーヤの友達だからですよ。この答えではいけませんか？とんでもない、ありがとうございます。私は神竜様のそのお言葉だけで幸せですよ。さてと、参りました、私の負けです。手合わせありがとうございます。さすがに疲れましたね。今日の鍛錬はここまでにしておきましょう。
神竜様の気迫には驚きました。神竜様は強くなると言いましたが、ここまで力をつけるとは驚きです。ザフィーヤのおかげですよ。あなたを守りたいという気持ちが私のことをここまで強くしてくれたんです。ま赤くなるとは珍しいですね。守るなどと言われたのは初めてで、どう反応したらいいか分かりません。鬼のような気迫があっても、あなたはとても繊細な心を持っています。だからザフィーヤ、この約束の指輪を受け取ってください。私にとってあなたは大切な存在です。この指輪はその印、どうかパートナーになってはくださいませんか。私は幸せになっていいのでしょうか。もちろんです。あなたは痛みを知っている人ですから。心に痛みを持つ人は幸せにならないといけません。神竜様、わかりました。その指輪ありがたく受け取ります。ザフィーヤ、これからもよろしくお願いします。ただ守られるのは性に合いません。私もあなたを守り、そしてこの手で必ず幸せにしてみせますよ。今日のお茶会楽しかったです。ありがとうございました、セリーヌ。そんなお礼を言うのはこちらです、神竜様。神竜様とお話できて嬉しかったです。おかげで紅茶の味も格別でした。花の香りが素晴らしかったですね。あんなに美味しいお茶があるなんて。お口に合ってよかった。実はフィレネ王国の茶葉なんです。口当たりも優しく、香りも柔らかで、まるでフィレネを象徴しているかのよう。私の一番のお気に入りなんですよ。フィレネの人々は争いを好まず、牧歌的な生活を好むと聞きました。あの紅茶はフィレネの特色にぴったりだと思います。神竜様はこんな伝承はご存知ですか。フィレネの王宮には精霊が住み、善良な者には幸福を約束する。しかし泥棒や侵入者にはいたずらをして追い払う。いたずらをして追い払うですよ。罰を与えるでもなく、傷を負わせもしない。抑止力になるのか疑問です。でも素敵な伝承ですね。そんな伝承が伝わる国だからこそ、フィレネの人々はみんな優しいのでしょうね。そうかもしれません。神竜様、よかったらまたお茶をご一緒しましょう。険しい顔をしていますね、セリーヌ。何か問題でも起きたのですか。神竜様、先日ご馳走した紅茶を覚えていらっしゃいますか。もちろんです。とても美味しい紅茶でしたから。実は最近、あの茶葉を狙った盗賊が増えているようなのです。輸送経路を変えても無駄で、被害も日に日に大きくなっています。そんな、普段なら国で起こっている問題に私が手を出すことはありません。しかし今は非常時ですし、茶葉に関してはお兄様よりも詳しいので、お母様から直々にこの件に対処するよう求められたのです。イブ女王が。教育の一環なのかもしれませんね。お兄様がいるとはいえ、私もフィレネの第一王女ですから。それでセリーヌはどう対処するのですか。泥棒にはいたずらをして追い返す。伝承のように平和に行けばどんなにいいことでしょうか。ですが現実はそんなに甘くありません、セリーヌ。容赦はしません。フィレネの民を苦しめる者たちには、民の平和を守るためなら私はどんなことでもします。神竜様はそんな顔をしないでください。これは私が負うべき責務ですから。それでは失礼いたします。
神竜様、先日はご心配をおかけして申し訳ありませんでした。茶葉を狙う賊はどうなったんですか？国から資金を出し、輸送隊に倍の護衛をつけました。襲撃犯をあえて逃がし、追跡することで賊の本拠地を特定することもできたそうです。先ほど本拠地を壊滅させるように指示を出したところです。そうでしたか。賊とはいえ、私の指示で命を落とす者も出るかもしれません。それでも私はこの決定に後悔はありません。フィレネの平和を乱す者を許すことはできませんから。ですがセリーヌは辛そうですね。いいえ、私には辛いと感じる資格はありません。決断を下したものなのですから。決断を下すことや後悔の有無、そんなもの心の痛みには関係ありません。神竜様は優しいですね。私はフィレネを守るためならどんなことでもするでしょう。平和のためならば躊躇なく剣を抜き戦う、その心構えはできています。ですが心構えができているからといって戦いを喜びはしません。それが私の弱いところなのだと思います。弱さではなく優しさ、私はそう思いますよ。フィレネの民が持つ優しさだと。ありがとうございます、神竜様。ええ、神竜様、少しお話できますか？もちろんです、セリーヌ。以前私は神竜様にこんなことをお話ししました。私はフィレネの平和のためなら剣を持ち戦う覚悟がある。平和のために平和的ではない手段も用いると。はい、覚えています。ですが今その決意が揺らいでいます。私はもうフィレネの平和のために残酷になることができないかもしれません。その辛さは理解できます。セリーヌは優しい人ですからね。いえ違います、私は卑怯で愚かなんです。私が残酷になれないのは神竜様に嫌われたくないためですから。セリーヌ、お願いです、軽蔑してください。第一王女として国を守る立場にありながら個人の思いを優先する愚か者だと。今ここで嫌われてしまえば私はまたフィレネの平和のために残酷になれますから。セリーヌ、これを受け取ってください。これは約束の指輪？軽蔑なんてしません。セリーヌをずっとそばで見守ると約束します。フィレネ王国のため、セリーヌ自身のためにどれだけ身勝手な決断をしようと、私はあなたのそばを離れません。ですが神竜様は残酷な私などお嫌いになるはず。セリーヌが優しい人だと私は知っています。あなたの決断がどんなものだとしても、その心の悲しみを一緒に背負いたい、それが私の思いです。神竜様、もう何も怖くはありません。神竜様がそばにいてくれるのなら、それだけで私はとても幸せです。神竜様、優しいあなたがおそばにいてくだされば、私はもっと強くなれます。本当にありがとう。焼けたよ、神竜様。おいしいお肉だからほっぺた落ちちゃうかもね。ありがとうございます。とても大きいですね。二人でも食べきれるかどうか。違う違う、それ一人分だよ。この量が？これくらい余裕だよ、ペロッといけちゃう。すごいですね、ミスティラは。
私はすごいの。サルバ王国の第一王女だし、身につけてる宝飾品も豪華なものばっかだよ。ミスチラ、大声で身分を明かさない方が。この辺りは治安があまり良くないと聞いていますし。うんうん、最近盗賊の被害が多くなってるんだよね。だから何とかしないとって思って、こうして自分がお肉になって待ってるってわけ。自分がお肉に、まさかおとりということですか？あっち見て、神竜様。さっきからずっとこっち見てる人たちがいるよ。あれって賊じゃないですか。じゃ、サクッとやっちゃいましょう。あたしと神竜様なら楽勝だって。次からは最初に説明してくださいね。ありがとね、神竜様。ほんと助かっちゃったよ。力になれたのは嬉しいです。まさか盗賊の本拠地に二人で乗り込むとは思ってもいませんでしたけど。そうなの？だって一緒にお肉を食べに行こうって誘ってきたじゃないですか。うん、だからあの後お肉食べたでしょ？そうなんですけど、より正しく誘うのなら、盗賊の本拠地が判明したから二人で乗り込んで壊滅させてからお肉を焼いて食べようが正解だったと思います。長いから省略しただけだよ。省略しすぎですって。でも王女自らが本拠地に突入するなんて、ミスティラにも驚かされっぱなしですよ。別に普通だと思うの。王族は民を守るために存在してるんだから、何も不思議じゃないよ。当然のようにそう言い切れる、それがミスティラの魅力ですね。褒めてくれてありがとう。神竜様、これからお肉を食べに行こうよ。次はどこの族を退治しに行くのですか？今回は本当にお肉を食べるだけだよ。狩りがうまくいったから神竜様にお裾分けしたいなって。そうだったのですか。では喜んでご一緒します。はあ、もうお腹いっぱいで動けません。ですがとても美味しかったです。ミスティラ、ごめん神竜様、今日は本当に食事のお誘いだけだったんだけど、いつの間にか私たち囲まれちゃったみたい。え、盗賊の本拠地は一つじゃなかったってことか。私の調査不足ね。すごい人数ですね。私が突破口を作る。神竜様はその隙にここから逃げてね。それよりもいい案がありますよ。私たちで全員倒して、今度こそ盗賊の脅威を排除するんです。この地の民たちのためにも。神竜様、その案とっても素敵だよ。ミスチラの影響です。じゃあパパッとやっちゃいますか。はい、背中は任せてください。どうも。神竜様、ソルムの民は自由をとても重んじるの。ええ、そう聞いています。私もそう、自由でいることが好き。でも一つ疑問に感じてることがあるんだ。神竜様、絆は自由を縛る鎖だと思う。鎖ですか？人と人とのつながりや絆は大きな力になる。それは理解しているの。この世界では一人でなせないことの方が多いし、本当の意味で一人で生きている人はごく少数。絆は力ということに疑問はない。でも人と人とのつながりは時にしがらみにもなる。しがらみ、確かにそういった一面もありますね。大切な人がいるからこそ
自分の意思とは違う行動をしなければならない。そのようなことはいくらでも起こり得ますから。そう、絆がない方が自由なのかなって。神竜様はどう思う？私の考えはこれです。約束の指輪？ミスキラに受け取ってもらいたいです。え？この指輪は私とミスキラの絆を深めます。でも決してあなたの自由を縛る枷にはならない。なぜなら私はミスキラが好きだから。あなたの自由を奪うことは絶対にしません。それって自由でありながら神竜様と絆を深めることができるってこと？はい。すごく素敵。最高の殺し文句だよ。ありがとう。指輪受け取るね。離れることがあっても心は共にありましょう。自由なあなたと永遠に。私も同じ気持ちだよ、神竜様。私すごく幸せだ。この絆、死んでも大切にするわ。二人はこれからどこにいてもいつまでも一緒だよ。アイビー、私に何か用でしょうか？いいえ、神竜様。要件がなければあなたのそばにいたらダメなのかしら？そんなことはありませんが。そう、なら気にしないで。気になりますよ。そんなに怒った顔でじっと見られては。あの、イルシオン王国は邪竜を信仰していますよね。だから私に対して抵抗がある気持ちは理解できるつもりです。あなたは私の気持ちなど何も理解できていないわ。ではアイビーが何を考えているのかせめて話してほしいです。そうすればお互いに歩み寄ることもできると思います。そうね、もう少し慣れたら話しましょう。でも今はまだ無理よ。だから去るわ。さよなら、私の神様。神様？アイビー、そろそろ話し合いませんか？私に対して思うことがあるのなら遠慮せずに話してください。私たちは仲間なのですから、壁はできるだけ取り除きたいのです。わかったわ。ようやく私も慣れてきたし、頃合いね。よかったです。ではなぜ私に怒りを感じているのか、その理由を教えてほしいです。好き。え？私は神竜様のことが好きよ。ずっと前からとても尊敬しているわ。それが私の気持ち。え？でも怒った顔で私のことを睨んでましたよね。それはただ緊張していただけ。私の神様を目の前にしてね。そうだったのですか？これで伝わったかしら、私の気持ち。はい、あの、ありがとうございます。私もアイビーのことを尊敬していますから。恥ずかしくなってきたからもう行ってもいいかしら？はい、大丈夫です。それからすみませんでした。私はアイビーを誤解していたようですね。またね。アイビーはどうして私のことを神様というのですか？私が一番辛かった時、頼った存在が神竜様だったからよ。あなたは私の心の支え、まさしく神様だったわ。何か辛いことがあったのですか？私を取り巻く世界は幼少時から汚いものばかりだったから。
利己的な思惑が渦巻くイルシオン城内、汚い裏工作や嫌がらせも日常茶飯事。何より最悪なのが、そんな汚い渦の中心にいたのが私の母という事実。アイビーの汚い大人たちは表では着飾り笑顔を見せ、裏では平気で蹴落とし合う。大嫌いだったわ、あの空間も、あそこにいる連中も。そんな時に私の心の支えになったのが神竜様よ。どうして私だったんですか？最初はただの反抗心だったわ。みんなが邪竜を信仰する中、秘密裏に神竜を信仰する、些細な抵抗かもしれないけれど、その頃の私には大きな意味があったの。神竜様を思えば思うほど、この人たちとは違うと意識できたから。どんな形にせよアイビーの力になれたのならよかったです。目を見てそういうことを言われるととても恥ずかしいわ。あなたは私の神様なの。もう少し主張してもらいたいものね。わかりました、気をつけますね。神竜様、今でもあなたは私の心の支えよ。ありがとう。ねえ、神竜様、こんなところに呼び出して何を始めようというの？すみません、アイビー、大切な話をしたかったので。何もわざわざこんな人気のない場所へ来なくても。他の人には聞かれたくなかったんですよ。そうなの？アイビー、大丈夫ですか？突然顔が赤くなりましたけど。私は大丈夫よ、大丈夫。たとえこれからどんなことを言われようと、涼しい顔で受け止めてみせるわ。さあ来なさい。わかりました。ではアイビー、この指輪を受け取っていただけないでしょうか？約束の指輪。神竜が強く絆を深めたいと願う、ただ一人にだけ渡す指輪。はい、その通りです。その指輪を私に。本当に本当なの？私はあなたと共に歩んでいきたいです。これから先もずっとパートナーになってください、アイビー。まっすぐなのね、気持ちを伝える言葉も方法も。神様だと言ってくれましたからね。アイビーには正直でいたいんです。それにあなただってまっすぐに私に好きと言ってくれたじゃないですか。そうだったわね。指輪お受け取りします。ありがとうございます、アイビー。私とあなたの特別な絆、決して揺るがぬ力を感じるわ。とても嬉しい。ありがとう、神竜様。好きよ、誰よりも一番あなたが好き。今までもこれからもあなたは私の神様だわ。ねえねえ、神竜様、今日の私を見てどう思う？どうとは？もういろいろあるでしょ。かわいいとか美しいとか綺麗だとか。そういうことでしたか。いつも通りかわいいと思いますよ。うむ、嬉しいけどそれだけ？神竜様のためにお化粧に気合を入れてきたのに気づいてくれないなんてひどい。そうだったんですね。気づかなくてごめんなさい。本当にそうよ、しくしく。おや、こうやって悲しい顔を見せたら大抵の人はもっと優しくしてくれるのに。
神竜様、もしかして嘘泣きを見破る訓練でも受けてる？訓練も何も、誰が見ても分かるほどのあからさまな嘘泣きでしたが。何ですと！？じゃあ質問を変えるわ。私はこんなに可愛いのに、どうして神竜様はチヤホヤしてくれないの？人は外見も大切ですが、内面も大切ですからね。見た目で対応を変えることはしませんよ。それは違うわ。内面は大切、外見はすごく大切、これが真理よ。はあ。いい？もっともっと外見を磨いて、神竜様を必ず振り向かせてみせるわ。神竜様、今日の私はどう？たっぷり美容に時間をかけたのよ。すっごく綺麗になったでしょ。さすがの神竜様も胸が高鳴ったんじゃないかしら。チヤホヤする気になったんじゃない？確かにすごく可愛いです。その努力も認めます。でも私は以前、見た目で対応を変えないと言いました。なぜそこまで外見にこだわるんですか？これはあんまり言いたくない話なんだけど、お父様の側室だったお母様と私は昔城内で陰湿な嫌がらせを受けてたの。だけどお母様は悲しい顔をせずに、いつも綺麗に着飾って可愛く笑って見せてた。その結果、正妻にも気に入られて、側室たちの中で唯一王城に残ることができたわ。美しさこそ強いのよ。だから私は外見にこだわるの。お母様みたいに。なるほど、合点がいきました。でも一つ聞きます。オルテンシアのお母様はどうしてそこまで頑張ったんでしょうか？え？あなたのためにだとは思いませんか？あなたのお母様は決して外見だけを磨いたのではないと思うんです。誰かを思いやる気持ち、それを内に秘めてこそ真の美しさとなるのだと思いますよ。私は思いやる気持ちが美しい。神竜様、これあげる。オルテンシア、この鍋は？神竜様のために手料理を用意したの。スパイスが入っているから体が温まるわよ。あと傷口に効く薬草も手に入れたの。もしもの時はこれを使ってね。ありがとうございます。すごく気遣ってくれますが、一体どうしたんですか？神竜様に言われて気づいたの。私は誰かを思いやる気持ちをもっと磨かないとダメだって。この前はしつこく迫ってごめんなさい。私のこと許してくれる？許すも何も、初めから怒ってませんよ。ならよかったわ。私のお母様は外見と内面どっちも素敵な人だったと思う。だから私もお母様に負けないような素敵な女性にならないとね。神竜様、大事なこと気づかせてくれてありがとう。オルテンシアなら必ずなれますよ、素敵な女性に。でもいいのかしら。私が外見と内面を磨いたら、神竜様メロメロになっちゃうと思うわよ。メロメロですか？望むところです。言ったわね。その日が来るまで覚悟してなさい。楽しみにしていますよ、オルテンシア。ねえねえ、最近のオルテンシアはとても生き生きしてますね。そう？きっと外見と内面を磨いたせいね。そうですね。おかげで以前にも増して周りに人が絶えないように思います。ん？あら、もしかして私がみんなから好かれるようになって
神竜様、焼き餅焼いてるの？そんなことは。嬉しいわ。やっと神竜様をベロベロにしちゃった。でもそんなに心配しなくていいのよ。どんなにみんなから好かれても大切な人はあなただけだもん。うわつい口が、私としたことが口が滑る。ごめん神竜様、今のことは忘れて。忘れません。なんで？オルテンシアの言う通りだったんです。私は焼き餅を焼いていました。あなたのことが気になっていて、特別になりたいと思っていたから。オルテンシア、約束の指輪受け取ってくれませんか？これって神竜様とパートナーになれる指輪？私がもらっちゃってもいいの？はい。ありがとう。この指輪一生大切にするわ。素敵な笑顔です。内面の美しさもにじみ出るような。私も外見と内面を磨かないと釣り合いが取れませんね。外見はもういいでしょ。初めて会った時からずっとあなたは綺麗だし、内面だってこの私が認めたお墨付きよ。そこのところ分かってるのかしら。なんだかオルテンシアといると自分がすごく素敵になった気がしてきます。そうよ。だってあなたはこの私が惚れ込んだ相手なんだから、これからも自信を持ってなさい。大好きよ。ベイル、じっと見つめてどうしたんですか？本当にもう体は大丈夫なんだよね？はい、異形兵から復活したのは不思議な気分ですが、今はすっかり元気です。ベイルが力を貸してくれたおかげですよ。よかった。あのね、それから今までのことずっときちんと謝りたかったの。たくさん人を死なせてしまったのは私のせい。私が弱くて自分に負けたせいで許されないけど、どうか謝らせて。本当にごめんなさい。ベイルが気に病むことはありません。全ては邪竜の洗脳の仕業。あなたは自分の力で邪竜の洗脳を解きました。それは本当にすごいことなんですよ。ありがとう。私もっと強くなるわ。あの日言ったように世界を救う竜になりたい。この夢が叶うように頑張るから。私のこと見ていてくれる？もちろんですよ。私はお姉ちゃんなんですからね。今まで近くにいられなかった分、できることがあれば手伝います。兄弟として一緒に頑張りましょう。流石を渡してくれた時のこと覚えてる？ごめんなさい、目覚める前のことは曖昧で。私ね、千年前一度だけお姉ちゃんに会ったことがあるんだよ。一度だけ？うん、会ったことがあるのは一度だけ。私たちの兄弟はみんな戦争で死んじゃった。でもお姉ちゃんだけは生き残って私に会いに来てくれた。泣いてばかりの弱くて幼い私に流石を渡して励ましの声をかけてくれたの。一緒にはいられないけど私はあなたの味方だって。そうだったんですね、昔の私が。もう砕けちゃったけど、あの流石はずっと私のお守りだった。辛いことがあった日も
ママが死んだ日も、再会できたパパにひどいことを言われた日も、龍石を見て、また会える日を夢見て、頑張ろうって思ってたんだ。ベイル。覚えてないかもしれないけど、私とっても感謝してるんだ。あの時龍石をもらってなかったら、きっとこうして再会できなかったから。私こそ感謝しています。千年もの間思い続けてくれてありがとうございます。私もベイルがいなかったら、こうしてここにいることはできませんでした。これからはずっと一緒にいられるよね。もちろんです。もう離れ離れにはなりませんよ、ベイル。今日も楽しかった。家族で一緒にいられるのってこんなに幸せなことなんだね。一つ聞きたいことがあります。父親のソンブルのことについてはどう思っていますか？聞いておきたいんです。敵として対峙する相手ですから。パパは昔も今も大勢の人を傷つけてる。とても悪い存在だわ。優しくされた記憶なんて全然ないし、私のことなんて気にも留めてないと思う。でもね、パパもお姉ちゃんと同じ家族だから、心から嫌いになることなんてできないんだ。そうですよね。本当は3人で仲良くできたらなって思う。でもそれが無理なのも分かってる。それならせめてこれ以上悲しい思いをする人が増えないように、パパのことを止めなきゃいけない。ううん、絶対に止めてみせる。これが私のパパへの気持ちよ。ありがとうございます、ベイル。私も同じ気持ちですよ。分かり合うことはもうできない。私も全力でソンブルを止めるつもりです。そのためにはあなたの助けが必要です。私とお姉ちゃん、それからみんながいれば絶対にできるわ。勝ちましょうね、ベイル。その先に私たちの未来はあります。ええ、私たちは本当に考えが似ていますね。どういうこと？ベイル、私からもあなたに受け取ってほしいものがあるんです。これって約束の指輪？兄弟として、大切なパートナーとして、ベイルに持っていてほしいんです。でもこの指輪を持つ相手はあなた以外に想像できません。ダメだよ。これは神竜の特別なものだもん。ルミエルの命を奪った私にその資格はない。そんなことありません。私がそう望んでいるんですから。それに母さんはきっとベイルの私たちの幸せを願ってくれるはずです。絶対に。分かったわ。ありがとう。指輪お受けします。龍石の次はこの指輪が私の一番のお守りだね。
よかった。ずっと大切にしてくれていたと聞いていましたから、流石の代わりになるものをと考えていたんです。いえ、代わりになるだけではなく、私たちの新しい絆を象徴できればと。でもまさか私が渡す前にベイルから石をもらうとは思いませんでした。嬉しいな。私たち本当にそっくりなんだね。さっきベイルはまた二人が離れ離れになってもと言いましたが、私はもうどこへも行きません。これからはずっとベイルと一緒です。この指輪と石があればもう絶対に離れ離れになんかならないわ。平和を願っていたルミエルのためにも絶対にこの戦を終わらせよう。ええ、頑張りましょう。ありがとう。これから何千年だってそばにいるわ。そしてこの指輪に誓う、共に世界を救う竜となることを。